さて、静岡鑑定団さんにやってまいりまして、なんかアミューズメントコーナーがなんかリニューアルしたか何かで、なんかお菓子が強くなったんでっていう話だったんですよ。ちょっと寄ってみてるんですけど、まあ、基本箸かな。でもなんか箸じゃない設定もなんかちらほら、パッと歩いた感じでは半分以上はもうお菓子ですね。奥に進めば、まあ、フィギュアのコーナーがなんか時期的にも神経印が入ってんのかな。ちょっと残ってるやつもあるけど、で入り口の入ってすぐにこんな感じでなんかトリプルツイン、まあ、とりあえず強化されてるお菓子でもやりますか。どれからやったらいいかな。鑑定団さんって行ったことあるのは浜北と浜松とあと新清水では収録でやってるんですけど、静岡鑑定団は、ね、来たことはないです。一発で沼るっていう安定さをまた出してしまってるんで、なんで1個目で俺はいつもこうなるんだ。で割とね、上見た感じ押しパワーもあるんで、別に押せるし、朝にクレーンゲームをする、まあ、メリットはよく分かんないですけど、良くない点としてはテンションが低くなってしまうことですね。徐々にテンション上がっていくけど、朝なんで。これはね、2個目はいけるんですよ。ただ1個目は沼る。この辺はなんかコストコに売ってそうなキットカットですね。これはちょっと難しそう。まあ見極めながら、なんかいろんなとこで見たことあるような設定もなんかちょっとありますね。開かんねや。これ6の2つこれ取れるくね。まあ取れた。これはい、200円で2個っすね。ここにもあるな。押せば取れると思うんですよね。さっき袋のキットカットは難しそうだったんで、ちょっとこれを。普通に正月暇なんで、静岡鑑定団のお菓子を食おうかな。なんで正月用っすよ、このお菓子は。初心者設定なんで、俺やったらここかな。手前に滑らせる。そう、そんな感じで。そもそも滑らせるとか以前の問題でバランスキャッチしそうっていう、こういうやり方ですよ。これもラップ系といいますか、滑らない素材になってるんで、普通に手前のバー使って滑らせとかはできなさそう。で気になるのはなぜか突っ張り棒が下にある。
やばいやばい、あの突っ張り棒を落とさずに取りたい。パリを落とさずに取りました。奥側が多分若干高いんで奥側を踏めた方がいいです。両替キープに行いますか。両替キープに行いますか。両替キープに行いますか。もうちょっとですね。 OK。 なんかこう手前持つだけで取れそう。アームで奥に運ぶのがベストですね。手前に立てかけさせたい。めっちゃねじれるこれやばい。ホロライブ系のねフィギュアが並んでますね。ちなみに全部僕ありますよ家に。あ、すごく効いてないな滑り止め。あ、これ入ったんか。チョッパーもなんか残ってるな。これ結構かっこいいんですよ。わかります？これ後ろのダークシャドウまでついてるんですよ、このフィギュア。これこれめっちゃかっこいい。 OK、 よし、やっと変態チックの技を狙えるよ。あ、まずい。あー、ちょっと打たない。あ、素晴らしい。そんなことまでできてしまうのか。もっと内側から、あのダークシャドウぐらい、ダークシャドウぐらいのところから、あのグイッと箱を押し込んで左の角がピーンって外れる感じ。よし、これ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 。反対なら行くかな。よし、浮いた。浮いたけど。もうちょっと外なんですよね、押すとこも。さあ回転からね普通に結構立ってるんですけど、やっぱ平日なんでなんか気楽にクレーンゲームできてますね。両替キープに行いますか。両替キープに行いますか。 OK。